んだ。参ります。オグリキャップだ、よろしく頼む。オグリキャップだ、よろしく頼む。注目の2番人気、13番オグリキャップ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。行ってくる。上空にスタート。各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは18番1番3番、期待通りの結果を出せるか。1番人気エイシングフラッシュ先頭をかけます。1番続きました。18番オグリキャップ。レースが速い。スタミナを切らさないか心配です。先頭は1番関心で飛ばして行きます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。さあ先頭に立ちました。18番1番、並びかけてきた。1番18番、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。現在1番手は1番18番、並びかけてきた。2番3番手4番手16番5番手に3番、外を回って17番、内で当選状だ。2馬身3馬身開いて8番4番、並びかけてきた。それを見るようにオグリキャップ、さらに外からエイシングフラッシュ、それを見るようにウォッカ、さらに12番、1馬身離れて15番6番、追走。少し後ろから5番、後方2番手に9番10番、最後方だ。意気揚々と先頭を行きます。18番、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。オグリキャップ前を狙っているぞ。エイジングフラッシュ外で足を溜めています。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは18番、並びかけてきたのはオグリキャップ。4着を切りました。オグリキャップ上がってきた。食い下がるエイジングフラッシュ。オグリキャップ強い、強すぎる。完全に抜け出した。残り200、先頭は変わらず。オグリキャップ、オグリキャップ足色は衰えない。オグリキャップリードは4馬身。3番手争いは16番、ロッカー大楽勝だ。オグリキャップゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。レジェンドレースを制しました。オグリキャップの区間賞でした。2着エイシングフラッシュ、3着に入ったのはウォッカ。よし、互いの誇りをかけ、正々堂々勝負です。